シェイクスピア殉談釈家の紋章。シェイクスピア殉談尺は、イギリスの殉談釈連合王国殉談釈位、自由党の政治家、ジョフリー・シェイクスピアが1942年に除されたことに始まる。シェイクスピア殉談釈家は、リチャード・シェイクスピアの系統を引く家柄である。その末裔、ジョフリー・シェイクスピアは、ウェリンバラ選曲やノリッチ選曲選出の、 庶民院議員として活動し、英治治療政務次官を務めた。彼が1942年7月11日に、連合王国順弾尺くらいの順弾尺に除されたのが、シェイクスピア順弾尺家の講師となった。その孫にあたる三代順弾尺ウィリアムは、サンダーランド大学において、社会学者として教弁を取ったほか、障害者の権利運動の支援を行っている。 彼が2020年現在のシェイクスピア、順段尺家当主だが、彼は順段尺の称号を用いてはいない。順段尺位は、尺位と異なり、順段尺という肩書きだけ与えられる。他の順段尺くらいと区別する必要がある場合にのみ、生命をつけたり、由来する地名をつけたりして区別する。ありがとうございます。